お待たせしました。黒沢の衝撃に耐えられないロミロミです。今回は爆笑から切ない展開の7話になります。デート会面白かったね。後半はちょっとした可能性と心が読めることを告白した方が良いのか考えてみたので、ぜひ最後まで見てくださいね。それでは行ってみよう。まずなんといっても突然この絵になった時にびっくりしましたね。カラオケ始まったのかと思ったよ。私さってく黒沢雄一って。最初は本当にリアルで歌い出したのかと思って、浮かれている黒沢ならやりかねないと思いました。これはダチに流れ込む心の声がこんな歌を歌っていたということですね。その場から動いてないし、なんないだろうね。それにしてもよほど嬉しかったのでしょう。階段の手すりを滑り降りていく妄想なんて、こんなの小学生くらいしかやらないでしょ。それに対して早速やらかしてしまうダチ。1回目のデートから遅刻するなんてね。遠足の前日の子供のように眠れなくて遅刻するのはあるあるだね。それでも全然怒らないし、むしろ寝癖に気づいて可愛いと思ってくれるなんて、なんてスパダリなの。黒沢の愛が深いんだよ。マリアナ海溝くらい深いよ。何でも肯定してくれる黒沢最高か。半ばダチとの恋を諦めかけていた黒沢は両思いになれたことで、何でもしてあげたい、いろいろ二人でしてみたい感情が爆発して、初回から全力でぶつかりすぎてしまい、全てが初めてのアダチには受け止めきれていませんでしたね。そもそもアダチは自分が陰キャだから周りの目を必要以上に気にするし、イケメンの黒沢に見た目で引け目を感じているからなおさらだよね。そして見た目だけでなく、黒沢のデートプランもスペシャルすぎて引き気味なアダチがいましたね。気合入りすぎなんだよ、わかるけども。ここで黒沢のデートプランを振り返ってみましょう。まずおしゃれな街、元町でショッピング、そして中華街でブラブラしながら食べ歩き、山下公園を散歩してタクシーに乗り移動、夜はヘリをチャーターしてナイトクルージング。やばい、この日の扱いやばすぎる。ヘリをチャーターするのにいくらかかるのか気になったので調べてみたら、なんと飛行時間22分で59,800円から、さらに土日になると10万超えるよ。ひえー、思ってたより高いわ。こうやって金額を見てみると、本当に足立とのデートをものすごく楽しみにしていたのがより実感できました。金額が全てじゃないけど、具体的な数字から本気度がわかるよね。そして高所恐怖症なのか、足立はギブアップしてしまいます。もったいないという私の気持ちとはラハラに、黒沢はその後予定していたレストランをいつの間にか素早くキャンセル。この完璧な対応にはさすがだなと思いました。もちろん足立を責めることもなく、体調を気遣ってタクシーで送ってくれる。その後の対応が優しくて救われたね。自分に酔っているだけの男だったら絶対文句言ってくるはず。足立の申し訳ないという思いがひしひしと伝わってきて辛いよ。人目が気になり、完璧なデートプランに気が引けてしまう足立と、張り切りすぎてしまう黒沢、少しすれ違い気味になる二人、二人の気持ちが分かりすぎてどうしようもなかったです。このあたりが丁寧に描かれていてすごく良かったですね。帰りのタクシーで黒沢も自分と一緒で前日緊張で寝られなかったことを知って、ときめく足立が尊すぎました。黒沢だって努力しているし頑張ってくれているんだよね。初回だからこその互いの気持ちが空回りしてうまく噛み合わないもどかしさ、それでも後から振り返った時とっても良い思い出になるよね。ここからは足立のターンです。自分から黒沢に終業後に時間あるか聞いてくる足立。ここ実はすごく感動しちゃったんだよね。ちゃんと自分から行動して思いを伝えるのかっこいいよ足立。二人の共通の推し漫画の新刊を求めてアニメイトに行き、安くて美味しい居酒屋で飲むことにして、二人で等身大の幸せというか楽しさの追求っていうと大げさかもしれないですが、こういうのでいいんだよ。すごくグッときちゃいました。黒沢も嬉しくて流行る気持ちもわかるけど、ちょっと落ち着いてほしいですね。そして帰り道、なんと足立から手を握ると、これはすごい進歩というか、ちゃんと意思表示してるのが最高です。ここで一つの可能性を感じてしまいました。これリバいけるんじゃ。ごめんなさい、私雑食で何でも美味しくいただきます。はい、私はどっちでもいいかも。これは私個人の考えで強制するものではありません。そして避けては通れない問題が、心が読めることを言うべきかどうか、これはかなりデリケートな問題なので慎重に考えなければなりません。しかし私個人の見解としては、黒沢の気持ちを考えると言わない方がいいんじゃないかと。いうことで、恥ずかしい思いをするのは黒沢ですし、今までの妄想が筒抜けだったなんて知ったらどう思いますか。恥ずかしくて軽く死ねるわ。穴があったら入りたい。そして一生出てこれないわ。なかなかの妄想を繰り広げていましたから、言ったらかわいそうです。私の見解は言わないであげてです。ただこれはもちろんなのですが、足立の意見を尊重するのは前提です。ここから足立がどうするのか苦悩するところが今後の見どころですね。今回のデート会はいろいろありましたが、最後は二人の気持ちが一つになって、とても尊い気分を味わえて最高でした。ヘリのクルージングはここぞという時の記念日に足立の隊長と相談して実行してくれたらなと思います。最後に歌い出す黒沢が衝撃的すぎて思わずくぐったら、
面白いサジェストが出てきたので紹介します。歌い出す病気歌い出す人うざい黒沢気をつけて。バイバイ、ありがとうございました。